それではホーム相模原のラインナップです。ゴールキーパー小賀、後ろ4枚綿引、水口、山下、橋本、中盤3列目に吉武と西山、2列目に笹生、前田、ドゥーク、ワントップ藤沼と入っています。率いるのは戸田和幸監督です。アウェー奈良クラブの11人です。ゴールキーパーアルナウ、4バックは寺村、鈴木、堀内、加藤、アンカーにカニ、インサイドハーフに中島と山本、中島はフルス対戦です。前3人は西田、浅川、嫁坂と入っています。率いるのはフリアン監督、4-1-2-3と予想しました。最初の2つのゴールキックはこうやって長いボールを蹴ることにしました。デューク、さあ入れ替わった。さあデュークが右サイドを取って折り返し、ファーに伸びましたが穴を触っています。後ろからシュート、中で藤沼がコースを買いに行きましたが枠は捉えませんでした。ただ前半の早い時間に相模原も一つチャンスを作ることができました。谷から巻いてきた嫁坂、ヘッド、クロスバー、一つコーナーキックから脅かしてきました。中島から縦パス、拾った西田、嫁坂へ、嫁坂のクロス、ヘッド、坂は山本の向こう側から坂はヘッドで詰めていきました。キーパー小賀が抑えています。長いボールを送って水口、すらして藤沼、パスにした、デューク来た、デュークへループシュート、よくゴールカバーに入りました鈴木、ビッグチャンスでした。センターバック同士つないでから寺村へ、クロス入れてきた、ファーでは嫁坂待っている、おー PK、 綿引の対応がファールになりました。この何度も見せていたファーサイドから嫁坂が詰めてくる形、さあ浅川、3試合連続ゴールです。43分、先制奈良クラブ。これで今シーズンの得点数を10点の大台に乗せてきました浅川。相模原は全体のバランスを 3-5-2 に変えてきた印象です。浅川から西田、投稿を見た、西田からのクロス流れた、嫁坂だ、相模原の出花をくじく0-2。やはりファーサイドで仕事をします嫁坂。西田はここで嫁坂の位置をチェックしていました。で低く入れて、加藤も触りはしたんですけれども、それがファーに流れてこぼれている、西山拾った、西山右足、強烈なゴラッソ、右のサイドネットに突き刺していきました。さあ反撃の狼煙が上がる相模原、前線で粘りました。うまく落としを作った前田平、その50拾って西山です。ここでタックルをかわして右足振り抜いて、軌道としてはグッと上がっていくようなボール、クロスはやめて一旦加藤、加藤から吉武、吉武貯めてからパス残してマイナス、藤沼だ、同点、追いつきました相模原、2点のビハインドを追いついてみせました。
の吉武のスルーパス見事、抜け出たのは綿引き、なんとか残して、岡田も手を伸ばしましたけれども、そこをかすめるようにクロスが通りました。中で待っていたのはエース、さあ前線へ安藤が行く、残す、こぼれている、シュート、逆転、橋本で逆転。なんという展開でしょうか。安藤がここで粘って、少しアウト気味に残したんだと思います。中に戻してきたボール、最後は橋本陸が詰めてきました。試合が終わりました。相模原、ようやく今季2勝目をつかみました。長かった長かったトンネル、戸田監督にも笑顔です。リーグ戦16試合ぶりの勝利です。